ドルニエ・ドゥー18・ドゥー18は第二次世界大戦の開戦前にドイツ空軍で使用された飛行艇である。開戦時には旧式化していたが、洋上偵察や海難救助任務に使用された。ドゥー18はドゥー J の後継機として、ルフトハンザ社の海外路線用にドルニエが設計、製造した飛行艇である。支柱で胴体よりも高く配置された。 パラソル式指示の主翼を持ち、水上での安定を図るためのスポンソンと呼ばれる骨さを胴体側面に配しており、2機のエンジンが主翼の上に重列に置かれているのが外観上の特徴。この構造は1920年代に開発された d o j 以来のドルニエの得意とする手法であるが、DOE18 は当時最新の空力設計と、 高度な工作技術により、スマートな機体に仕上がっている。エンジンは、クルップのアイデアをユンカースが進化させた、上下対向式の高出力にサイクルディーゼルエンジンが、搭載されている。ジュモ205型と呼ばれる、このエンジンは、直列6気筒ながら、12のピストンと、ギアトレーンで結ばれた2本のクランクシャフトを持ち、シリンダーヘッドは存在しない。 1934年にはルフトハンザ社が大西洋横断定期郵便事業を展開するための機体の開発をドルニエ社に依頼した。すでにルフトハンザはルージェ j を使いリスボンから南大西洋を横断してブラジルへ行く連絡飛行を行っていた。しかし北アメリカルートにはもっと航続距離の長い機体が必要であった。 ルー18の初飛行は1935年3月15日であった。1936年9月には、ハンブルクからアゾレス諸島沖で待機する補給船を経由してニューヨークまで 4460km を22時間15分で飛んだ。ルフトハンザは、世界初の西回り、大西洋横断定期郵便飛行に成功したと発表した。また、 1938年3月にイングランドのデボン州からブラジルまでの 8391km をノンストップ43時間で飛行し、当時の水蒸気による飛行距離世界記録を樹立した。この機の長い航続距離に目をつけたドイツ空軍が偵察機として正式採用し、1936年から導入され1940年までに約100機が製造された。 しかし、第二次世界大戦開戦時にはすでに旧式化しており、1942年には、後継のブロームーンと、ホスビー V138 に置き換えられ、前期が偵察任務から外され、もっぱら海難救助任務に当てられ、終戦まで使用された。ルー18は、第二次世界大戦で初めて、英国に撃墜されたドイツ空軍機という不名誉な記録が残されている。 1939年9月26日、北海上空において、英国海軍の空母アークロイヤル所属のブラックバーン、スクア艦上爆撃機により、ドイツ空軍第二沿岸飛行大隊所属の d ー1 8が撃墜された。d ー1 8ありがとうございます。